心はウェスタロース。心はウェスタロスではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます。 YouTube とポッドキャストで同じ内容を配信しています。なおこの音声はゲームオブスローンズ最終章までと、小説原作ですねの、ネタバレを含みますのでご注意ください。お送りしますのは私キャミーと、今回は、2022年、これはですねメモリアルイヤーということで、ハウスオブザドラゴンというね、前日談シリーズが放送される記念すべき、もう私たちゲームオブスローンズファンにとってはもう待ちに待ったスペシャルイヤーでございます。ということで、やっとこの心はウェスタロスの、収録にあの超大物ゲスト、日本でゲームオブスローンズといえばもうあの人しかいないですねっていう、もうあのねゲストに、お越しいただくことができました。ということで、ご紹介いたします。ケンです。お願いします。お願いします。ようこそいらっしゃいました。心はウェスタロスへ。なんかすごい偉大な感じで紹介していただきました、はい、ゲームオブスローンズ、日本でゲームオブスローンズといえばマケンさんね、はい、毎回一緒ですけどね、はいはい、ということで今回はシーズン2エピソード6から8ですね、古今の神々、そして義なき男、あとは、決戦前夜、この3エピソードの、伏線回収、あとはまあこぼれ話といったところですかね、はい、ちょっとまあ余談的な。そうですね、今回ちょっと原作の話が多くなっちゃうんですけど、ね、あ、そうですね、はい、ということで、まあ、一挙3話の、伏線回収こぼれ話の回にしていきたいと思います、はい、ということでまずはエピソード6古今の神々なんですけれども、ウィンターフェルでの場面ですかね、シオンがサー・ロドリックを、まあ、処刑するというかなり、厳しいシーンだったんですけれども、ここでねあのサー・ロドリックはね北部の人間では珍しくサーがつく、まあ、いわゆる騎士だというお話を本編の解説の回でもさせていただいたんですけれども、ここの説明を少しケンさんにお願いしたいなと思ってるんですが、はい、あのいつかのエピソードで言ったかもしれないんですけど、はい、あのこの世界の騎士っていうのは北部の人はあんまなんないんですよね、はいはい、まあ、絶対とは言えないんですけど基本的になんなくて、まあ、なんでかっていうと、七神、宗教の七神とすごい結びつきが強いんですね、騎士がね、はい、はいはい、でその七神っていうのはアンダル人って呼ばれてる、まあ、種族から来てるので、北部の人たちって最初の人々じゃないですか、はい、アンダル人じゃないので、だから騎士にはならない。うん、なので騎士というのが基本的には七神の名のもとで、まあ、叙任ものなので、うん、そうです、基本的に、まあ、七神を信仰していない北部の人たちは、うん、まあ、騎士にはなる、伝統はないということなんですよね。そうですね。あとですね、黒金諸島は、敵神ですよね、はい、を崇拝しているので、だから黒金諸島の黒金人も基本的に騎士にならない。あ、なるほど。っていうのがあるんですけど、ただ例外もあって、はい、例えばですね、サー・ジョラー・モーモント。あ、そうですね、はい、まあ、彼はベアアイランド、はい、まあ、なので北部出身なんですけど、彼は騎士ですよね、うん、まあ、サーがついてるんで、ジョラーはなんで騎士になったかっていうのは、まあ、テレビドラマでもね、一応説明はあるんですけど、はい、グレイジョイの反乱っていうのが起きて、そこでパイク、その黒金諸島の中心部パイクをその突破した時、うん、グレイジョの反乱で活躍したことが認められて、でロバート王、まあ、当時はロバートが王様だったんですけど、ロバートが、直々にお前を騎士にしてやるみたいな。へえ。戦で活躍したりすると騎士になることができる。まあ、拒否することもできるんだけどね、うん、でサー・ロドリック・カッセルの方なんですけど、これはねあの原作も結構調べたんですが、はい、あの彼がどうやって騎士になったかっていうのはあの具体的になんか書かれてなかったんですよね、うん、なんですが、まあ、あの同じ感じで
あの戦で活躍したことが認められて、でそこで叙任された。あ、じゃあどのタイミングでねロドリックがサーになったかわからないんですが、おそらくまあ、うん、どこかの戦いで活躍してそれが認められたゆえに騎士になったと、うんいうことなんですね。多分ロバートの反乱よりもっと前なんじゃないかなと。その騎士っていうのはその七神の名のもとで、まあ、任じられるものなんですけど、別にそのセプトンの中でやるとかいうわけではなく、うんうん、例えばあのシーズン8のエピソード2みたいな感じで、うん、騎士が命じたらもうその騎士じゃなかった人は騎士になれたりとか、うん、あとはまあこのロバート・バラシオン王みたいな感じで、うんまあ、あなた騎士になってもいいですよっていうふうに言うと、まあ、騎士になることができるのかな。そうですね、うん、なんかあの一応調べたんですけど、基本的には、そのセプト、うん、聖堂のとこでそのちゃんとした儀式を受けたら騎士になれるらしいんですけど、うんはいはい、それをやんないといけないってわけじゃなくて、うん、例えばジェイミーがブライアンを騎士にした感じで、はい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 、騎士が騎士、お前は騎士だよって言ったらもう騎士になるっちゃう、うんまあ、結構適当みたいですね。だってもう本当にその前も言ったけど、騎士らしくない騎士もいたり、そう騎士じゃないけど騎士らしい、ねうん、選手もいたりするので、まあ、言っちゃえばどこでも騎士とか王が命じればできちゃうみたいな、そうちょっと緩いところはあるのかもしれないですね。そうそう、あのね、七王国の騎士っていう本があって、はい、サー・ダンカンが出てくるんですけど、うん、彼は自分でねサーつけてて、俺は騎士だって言ってんだけど、自称ね、そうでも実は騎士じゃないんじゃないかっていう話もあったりする。まあ、ファンの間ではね。ああなるほど。まあ、でも最終はあれですよね。トップというか。うん、最終的にはキングズガードの総帥になりますよね。総帥になるんですけど、うん、彼は騎士に騎士にされたって言ってるけど、誰もその場面見てない。自分しか見てないから、結局だからそのパスみたいな免許証みたいなのはないわけでしょ。そうそうそう、まあでもそのなんだ元符に捧げて自母がなったらみたいなね、そう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 、右左みたいな剣をやる儀式をすれば、うんまあ、騎士になれると、うん、ちなみにあの本当にねあるんですよね、あの騎士あの剣を右左みたいな、うんね、ドラマとかでも出てきますよね、はい、でもやっぱりこのサーが北部にいないっていうのは言われてみないとなかなか気づけないことなので、うん、やっぱり出てきてるのってロドリックとジョラーぐらいですか、サー北部の人間で、うん、例えば、ね、ネッドとか、うん、もうサーじゃないし、そうですね、うん、騎士じゃないんですよ。うーん、ちなみにハウンドも騎士じゃないね。あ、そう、うん、俺は騎士じゃないみたいな言ってた気がしますけど、なんかね拒否権もあるらしいから。へえ、そうなんだ。自分は騎士になりたくないかったらなる必要もないっていう。でもお兄ちゃんの方はサー・グレガー・グリフィンですね、うん、兄ちゃんそう、ハウンテンはサーがついてる。うーん、なんかハウンドの素直じゃない感じが出てますよね。そう、ハウンドね、騎士じゃないのにキングズガードのメンバーになってた。確かに、一時ね、そういうのもありなんだ。いや、多分例外中の例外じゃないか、まあ、ジョフリーの時代ですもんね、うんうん、あとはですね、ハレンホールのシーンで、アリアに対してね、タイウィンが、まあ、過去の自分の栄光だとか、ラニスター家のことだとかをペラペラおしゃべりしてるとこがあったんですけれども、なんかちらっとねタイウィンが自分の父親の話をしてたと思うんですが、うん、何でしたっけね、父親のせいでちょっと家名が危うくなったみたいな話をしてましたが、うんうん、これはどういうストーリーがあるんですか。これはですね、まあ、タイウィンの父親、はい、タイトス、うん、タイトス・ラニスターっていう人がいて、まあ、当然ねテレビドラマには出てこないんですけど、タイトスはですねどういう人かっていうと、はい、タイウィンと結構真逆の性格で、へー、はい、タイトスはですねよく笑い笑うとこあんまないですもんね意志が弱くて、うん、喜ばせることに熱心で、へー、怒るのが遅く、うん、許すのが早く、おうおう、人を信用しすぎていた。これちょっともう通販とかの CM 見たらすぐ買っちゃうタイプの人ですよね。そう、テレビショッピングに弱いタイプの。あ、そうだね。で、まあこういうのはね小説に書かれてるんですけど、ちなみにタイウィンの妹ジェナっていう、うん、あの人がいるんですけど、ジェナ曰くタイウィンは
父のタイトスが笑われたことから笑いに不信感を抱いていると。どういうこと、バカにされてたってことですか、タイトスが。そう、タイトスがよく笑われてたから、だから笑うことが嫌いになっちゃった、タイウィンが。だからタイウィン基本笑わなくて。そうですね、多分テレビドラマで唯一だと思うんですけど、うん、笑ったのが、次のエピソード7のギーなき男で、はいはい、アリアと一緒にハネホールで会話してて、うん、アリアとちょっと笑ってたよね。はいはいはい、はみたいな。そうそう、なんか笑ってたっていうか、なんか鼻笑いみたいな、うん、鼻で笑ってましたね、うん、あそこ唯一じゃない、ちゃんと。確かに確かに、うん、笑顔っぽいとこ見せたの、うん、で、まあ、ちょっとタイトスの話に戻るんですけど、タイトスはですね、返済をしない領主に金を貸し続ける、る感じの人で。じゃあこの時はまだお金はたくさんあったんじゃない、うん、金は掘り尽くしてない時代の話なんですかね、うん、まあ、ラニスターは昔からね超金持ちなんですけど、はい、でそういうことやってるから、まあ、いろんな人に舐められてね。で騎手は公然とタイトスの命令を無視、もう考えられないですよね、うん、あのラニスターが。で、まあね、キャスタリーロックに来たお客さんとかはみんなタイトスの目の前で嘲笑うかのように、うん、なんかすごい舐めた態度を取ってたんですけど、うん、タイトス全部そういうの許しちゃうんですよ。でこの状況に隙ありと見たのが当時西部の強力な家だったレイン家。おー、ここで出てくるんですね。そうですね、当然このレイン家っていうのは雨のキャスタミア、はい、レインズ・オブ・キャスタミアのレイン家なんですけど、うん、だからレイン家がこの状況に隙ありと見て、もうラニスターをぶっ潰そうぜみたいな感じで行動してて、タイウィンは自分の父親タイトスが何もしないから、うん、じゃあ俺がぶっ潰してやるっつって、うん、レイン家を全滅させた。じゃあタイウィンというかそのキャスタミアの雨のその出来事があった時はタイトスはまだ存命だった。まだ存命。へえ。タイウィンはまだね若造じゃないけどね、まだ若手だった。だからそこでタイウィンはもう力を存分に発揮して、うん、ふつふつとなんか思ってるとこがあったんでしょうね。うで強いラニスター家をまた取り戻したみたいな。へえ。強いラニスターを取り戻す。ちょっと政治的な、ね、部分はカットしようかなと思うんですけれども、はい、まあ、このレイン家の、ね、話はまたねシーズン3の後半にたっぷり、ね、そうですね話せればいいかなと思うんですが、うん、ちょっとここからはまあこぼれ話というか、うん、余談私一個挟みたいんですけれども、壁の向こう側でね、ジョンとイグリッドがまあ初めて出会うわけじゃないですか、このエピソード6で、うんうん、ね、ご存知の方多いと思いますが、このジョンとイグリッドの俳優さんは、まあ、本物のカップルというか、うん、2、3年前にね結婚もされてましたよね。もっと前じゃない、4、5年前とかじゃん。そんな前でしたっけ、うんうん、結婚されてて、まあ、なんとその2人キッド・ハリントンと、ローズ・レスリーさんですかね、うん、2人の新婚旅行はなんとここジャパンです。日本だったんですよね、はい、多分まあ日本でそんなにねゲームオブスローンズ流行ってなかったっていうのも一つの理由なのかなって思うんですけれども、うん、多分ねゲームオブスローンズが大人気の国に行っちゃうとかなりたかられるぐらいのね、うんうん、人気者なので、まあ、そんな2人は、まあ、渋谷とかね築地とかに行って、うん、結構写真とかも載ったりしてるんですけど、まあ、京都なんかもね来たりしてましたが。京都はどこ行ったんですか。京都はねちょっとマイナーな寺みたいなとこ行ってましたね。へ、私その時京都住んでたんで、あの渋谷でリークされた時にもう絶対これ京都来るやんと思って、うん、まあ、大体ね京都来るって言ったら、まあ、金閣寺か清水寺なんですよ、はいはい、やっぱね観光来るって言ったら、うん、ちょっと寝ずに金閣寺張ろうかなって思ってたんですけど、うん、金閣寺には多分来てなくって、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、結構マイナーなお寺にガイドさん連れて結構ひっそりと観光されてましたよ、うん、なんかあの京都じゃないけど、うん、渋谷かな来た時なんかツイッターで見たんだけど、うんうんうん、ジョンとイグリッドがいるみたいな、はいはいはい、けど別に誰も気づいてないやっぱねゲーソロがね日本であんま人気ないからそうですね、うん、まあ気づかないもんなんですかね、まあ、知ってたら気づくと思いますけどね、うん、
まあ、いつか会いたいですね。そうですね、まあもうなかなかねお会いできる機会もないと思うんですけれど、また日本にねぜひ来てほしいなと思いますよね。はい、あとは、オートでですね、サンサがボートに襲われるシーンがあったと思うんですけれども、そのサンサを助けた、まあ、ハウンドはですね、サンサとか、まあ、周りの人に対して、まあ、小鳥はもう大丈夫だと、カゴに戻せなんか言ったりするシーンがあるんですよね。うん、で、サンサは、ドラマでは分かんないんですけど、この小鳥と呼ばれることに対して原作の方ではもう自分でね、そうだ私って小鳥だよねというふうに思ってるんですよ。それはなぜかというと、まあ、セプタとかね、お母様に言われた通りの言葉をただただ繰り返すだけだからっていうふうに、それってまるで小鳥と一緒じゃんっていうふうに自分でもなんかそういう自分の弱いところというか、しょうもない自分をなんとなく意識してる風な記述があったんですよね。うん、はい、この小鳥っていう言葉はシーズン8のエピソード4かな、ウィンターフェルの戦いの次の話で、まあ、打ち上げみたいなのねみんなでしてる時に、サンサとねハウンドが、まあ、机を挟んでね会話するシーンがあるんですよね。でそこでサンサは、小鳥呼ばわりされてたこのシーズン1とか2とかの頃からガラッと変わって、ハウンドとね対等に話すようになってるんですよね。で、サンサはハウンドに対して、まあ、あれから私はひどいものをたくさん見てきたと、私を痛めつけた奴らには、まあ、報いを与えたと、ハウンドでというふうに言ってたんですけど、うん、そうやってね今まで自分の顔を見ることすら怖がっていたサンサが面と向かってね対等にハウンドと喋ってるのを見て、ハウンドは変わったな小鳥よというふうに言って、あの時俺と逃げていたら、まあ、こうはならなかったかもしれないのにというふうに言うんですけど、まあ、この逃げていたらっていうのは、まあ、次のねブラックウォーターの時の話になるんですけれども、そう言ってきたハウンドに対して、ラムジーやリトルフィンガーのおかげで、小鳥だった自分を終わりにできたというふうに言ってたので、まあ、サンサもサンサなりに成長したのが、ね、小鳥から小鳥じゃなくなった、もう狼になったね彼女の成長が伺える流れになってるのかなというふうに思いました。うん、そうね、サンサはアリアと違って、うん、その武力戦う人じゃないから、うん、だからこそ精神的に成長しないといけないキャラだった、うん、それがよく分かった確かに確かに人だったのかなって。でもやっぱりその小鳥であるべきと思いながらその小鳥を演じてたとこもあったと思うんですけど、うん、やっぱりそれをね殻を割って出てきて、なんですかね、狼になれたサンサはやっぱりすごく強い女性にね、学びながら成長しましたよね。はい、じゃあ続きましてエピソード7、義なき男に入りたいと思うんですけど、はい、ここでね、まあメジャーとは言えない、うん、どちらかというとマイナーなキャラが出てくるんですけど、はい、サンサーの次女で、うん、バーナデッテっていうね次女がいるんですけど、はい、まあどこで出てくるかっていうと、サンサが、所長、うん、まあ、シーツに血がついてるってことに気づいて、シェイと一緒にそのベッドを、ね、ひっくり返そうとした時に、うん、次女のバーナデットが入ってきて、うん、でバーナデットは、それを見てサーセンとこに報告しに行こうとした人ですね。はいはいはい、うん、彼女ね実はね結構シーズン2以降も出てくるって知ってました？知らないです。本当ですか？顔は見覚えありますけど、うん、まあセリフもね少ないからね、うん、あんまりその印象に残ってないかもしれないんですけど、うん、例えばねシーズン7エピソード3、うん、女王の正義っていうエピソードでサーセイとジェイミーが朝起きて一緒のベッド入ってるんですよ。あ、裸でね。はいはいはい。でその時にバーナデットが入ってきて、でサーセイかなんかに、鉄の銀行の人がうんうんうん、来ましたよみたいな報告する。だからジェイミーが、あ、見つかったやばいって言うけど、あ、そうそうそう、でももう私は女王だからそんな関係ないわみたいなね、うん、はいはいはい、ありましたね。ありました。でこのバーナデットね、あの髪型をね、確かにショートカットだった、あの時。そうシーズン7の時はショートカットなんですけど、なんでかっていうとサーセイの髪型を真似てる。へー、
から、だからシーズン2の時は髪長いんですよ。確かにあのサーセイらしいやん、なんていうかね、三つ編みというかね、うん、してましたよね。そう、ゲームオブスローンズはね、あの、まあ、例えばマージェリーがオートに来た時ってあの髪型流行って、確かに、ね、オート中の貴婦人たちがあの髪型をねすることになったと思うんですけど、確かにそのサンサがシーズン1でオートに来たばっかりの時も、うん、南の人らしい髪型になりましたねみたいな、うん、セプタに言われてましたもんね、うん、だからそんなね流行りをね、よくインフルエンサーというか、確かにインスタグラマー的な有名な人が、ハッシュタグサーセイの髪型みたいな感じですかそう、だから流行りをみんな守るっていうか、カリスマ性があるんですね、やっぱり女王っていうのは、うん、じゃあバーナデッテっていうんですか彼女、うん、髪切ってるからやっぱり同じ女優さんだとは私気づかなかったですね、うん、ちなみにこれはテレビドラマオリジナルのキャラクターで、あ、そうなん、原作には出てこない。うーん、他には何かあります？まあ、これも伏線回収じゃなくて、まあ、こぼれ話的なことになってしまうんですが、カースでね、うん、カースでね、あのドラゴンがねさらわれてしまうじゃないですか、うん、で、ジョラーはその時、船をね探しにダニーの元をね離れてたんですよね。でその隙にイリだとかね殺されてしまって、ドラゴンもさらわれて、ドスラク人もね皆殺しみたいな状況になってしまったんですよね、うん、でその時にジョラーは、まあ、彼女の元をね、ダニーの元を離れてしまったことを多分すごく後悔したんだと思うんですよ、はい、で、まあ、離れるべきではなかったと。で My place is by your side、うん、私の居場所はあなたの隣ですというふうにね、うん、言ってたんですが、これってもうずっとね彼が、まあ、亡くなるまできっと彼の信念だったと思うんですよ、うん、私の居場所はあくまでもカリー氏の隣だというふうに、ね、思いながらずっと添い遂げたんじゃないかなと思うんですよね。で、シーズン6に飛ぶんですが、エピソード5の扉というエピソードで、グレイスケールになってしまったことをね、ジョラーがダニーに、デナリスにねあの告白するシーンあったじゃないですか、はい、そこで、デナーリスは、二度も追い払ったのにあなたは二度も戻ってきて私の命を救ったと、だからもう追放することはもうできないわみたいなことを言うんですよ、うん、けれどもそういう彼女に対してジョラーは、まあ、追い払ってくださいというふうに言って、まあ、そのグレースケールのねことを告白するんですよね、うん、そうすると、まあ、涙ながらにデナーリスは、まあ、治療法を必ず見つけて私の元へ戻ってきなさいと、七王国を統治するにはあなたが必要よと言うんですけれども、まあ、ここでまあ英語でね I need you by my side、 すごいカタカナ英語になっちゃったんですけど、うん、まあ、これってもう本当に義なき男でジョラーがね言った彼の信念 My place is by your side の、うん、もうアンサーというかね、うん、はいはいはい、本当にその答えを同じように、うん、I need you by my side というふうにね、うん、言ってくれたのがやっぱりグッとくるし、ちなみにここのシーンでかかってた BGM も I need you by my side っていうね、あ、題名がそうなんだ、そうなんですよ、あ、そうなんだ、へー、そうなんですよ、まあアンサーソング的なね感じになってるんで、この伏線回収回をね作るにあたってこのシーズン6のエピソード5扉のこのシーンを見返したらなんかちょっとね涙が出てきましたね私絶対言うと思った、もうジョラーのね人生って何なんだろうってすごい、ジョラーかわいそうすぎでしょ、いやもうでもいやでも幸せですよ本当に、幸せ、幸せな死に方というかね、まあ彼がどう思いながら亡くなったか分かんないですけど、なんかそのこの間そのちょうどね友達とジョラーの話をしてたんですよ、ゲームオブスローンズ好きな友達と、であのシーズン8のエピソード3で、まあ、亡くなるじゃないですか、うん、その時に、まあ、ハッシュタグのゲームオブスローンズで、うん、ツイッターとかを見漁ってたらしいですね友達が、うん、そしたらなんかジョラーオイタン、何やったっけな、ジョラーオイタンお市場の胸の中で死ねてよかったねみたいなツイッターが、え、そのハッシュタグで、あのゲームオブソロンズとか調べてたんですよ、あ、はい、いやでも本当にそうじゃないですか、うん、愛する人のね胸に抱かれてね彼女の目を見ながらねやっぱ信念を貫き通した亡くなり方、やっぱりかっこいいですよねジョラーって、うん、あの時さ喋ろうとしたけど最後まで生きれなくて死んじゃった、うん、
悲しい。ハートって言ってね、うん、悲しい、うん、でもやっぱりその彼女を守るためにはアドレナリンってその痛みとかをね多分ね感覚が麻痺しちゃうじゃないですか、うん、その中で本当はもう死んでてもおかしくないね、怪我なのが戦うやっぱり強い信念がねジョラーにはあったんでしょうね。はい、あとはでもやっぱりねクエスのことは聞いときたいですね。私クエスか気が重いですか。うーん、次の伏線回収会で話しますわ言ってたんで、うん、ゲンさんすごい楽しみに待ってました。私ちょっとどさくさに紛れてなんか忘れてくれないかなと思ってたんですけどいやいや言ってくださいよ。クエスはやっぱね謎なキャラナンバーワンに入るぐらいじゃないですか。そうですね、うん、クエスはねエピソード7以降出てこなくなっちゃったんで、はいはいはい、あのここで言うしかないかなって感じなんですけど、うん、クエスね原作にも出てくるキャラクターで、はい、テレビドラマよりももうちょい出てくる、うん、私クエスが出てきたぐらいまで読んだんですよ原作一番最初に。はい、あ、はい、でまあその原作だと赤い荒野に行ってってしまったデナーリスたちを一人のね、うん、あの決命の騎手がカースをね見つけて、うん、あそこに町がありましたというふうに言って、うん、でデナーリス一行がまあそこに向かって、うん、そこにいたのがまあ13人組がずらっとね、うん、並んで彼女たちを出迎えるっていうシーンだったんですけど、うん、原作はその赤い荒野でちょっとへたばってるようなデナーリスたちの元に、うん、ザロとパイアットプリーとあとはこのクエイスがねラクダに乗ってやってきて、うん、彼女たちを案内するっていうようなシーンだったと思うんですけど、うん、そうそうそう、そこがクエスの初登場、はいはい、でナーリスを迎えに来る感じなんですが、うん、まあ、原作だとクエスはデナーリスと、まあ、接触するしちょいちょい夢の中に出てくるんですよ。例えばね一番新しい5作目でもクエスは夢の中に出てくる、うん、で夢の中でデナーリスに、まあ、会話というか、まあ、会話も成立してないか、なんかまあ忠告みたいなしてるんですけど、このクエスね結構謎で、はい、目的が不明というか何がしたいのか今のところね分かってない。ちなみに、影魔道士でいいんですかクエスは。そうですね、クエスはアッシャイ出身、はいはい、アッシャイ出身といえばメリサンドルなんですけど、メリサンドルはそのシャドウマジックっていうか、はい、影の力で何赤ちゃんみたいな産んだじゃないですか、はいはいはい、でクエスもシャドウマジックが使えるんじゃないかっていう。へえ、黒魔道士とはまた違うマジックを使うってことですよね。うん、そうだね。そうで話を戻すんですけど、うん、クエスはちょっと目的が分からない、うん、何がしたいのか分かんないし、けど、まあ、どうやらねデナーレスに対して警告をしたりと、うん、道を示したり、まあ、予言してあげたりとか。それは夢の中で、まあ、例えばねデナーレスに向かってこういうこと言うんですけど、北に行くためには南に旅をしなければなりません、うん、西に着くためには東に行かねばなりません、前に行くためには後ろに行かねばなりません、うん、そして光に触れるにはシャドウの下を通らねばなりません。おっていうことを言うんですけど、急に言われたらおかしな人やと思われますよねこんなん急に、ね、言ってきたらそう、これはね直接デナーレスは言われる。へー、でこその後夢でも結構出てくるこのセリフ。うん、ちなみにこのクエスはジョラーに対しても、うん、この男の人は今からなんかバリリアに行くからあそこに行く人は気をつけなくちゃいけないんだよねみたいな話をしてたじゃないですか、うん、でその時のこの男の人はっていうのは多分あの何タトゥーみたいな入れられてたね、うんうん、彼のことを言ってたと思うんですけど、うん、結局あのジョラーがね同じようになったじゃないですか、うん、なんかちょっと未来を予言したはいはい、風なのかなとも思ったりしたんですけど。そうですね、あのクエスはね予言も言って当てちゃうんですよ原作でも。うーん、あのちょっとメモったんですが、はい、長いんでちょっとキャミーさん、あ私ですか、ここ読んでください、はい、
これはクエスがデナーリス・ターガリエンに向けて言った原作でのセリフということでよろしいですか？そうです、5作目ですね、はい、よくお聞きなさい、デナーリス・ターガリエン、何本ものガラスのろうそくが燃えています。まもなく青き牝馬が訪れるでしょう。その青馬に続いて他の者たちもです。クラーケンと黒き炎が、獅子とグリフィンが、太陽の足と偽装のドラゴンが、その誰一人として信用してはいけません。不死者のことを思い出しなさい。そして香り高き華麗に注意しなさい。華麗っていうのは家来のことかな。そうですね、はいはい、そういうクエスに対してデナーリスがこう言います。レズナクに、どうしてレズナクを恐れなくてはならないの。このレズナクっていうのがそのカレンのことですかね。そうです、原作にしか登場してない、しない、はいはいはい。デナーリスは沐浴場から立ち上がった。足を雫が流れ落ちていく。冷たい焼きに触れて腕中に鳥肌が立った。そしてデナーリスがこう言います。私に警告したいことがあるのならもっと分かりやすく伝えて。私に何をしてほしいの、クエイス。目的は何。クエイスの目が月光を捉えキラリと光った。あなたに道を示すことです。はい、うん、ちょっとこの説明をします、はい、原作見てない人は、読んでない人は、うん、わりかしちんぷんかんぷんの話になると思うんですけど、はい、そうですよね。まずですね、まもなく青き牝馬が訪れるでしょうって言うんですけど、うん、この青き牝馬は、ミリーンで流行る病気、はい、まあ、コロナみたいのが流行るんですよ、うん、まあ、コロナよりもっとすごいけど、でそれが青き牝馬って言われてるんですけど、これは当然その病気が流行る前にクイスが助言してるみたいな感じ、うん、で、その後ですね、クラーケンと黒き炎が、獅子とグリフィンが、太陽の足と偽装のドラゴンが、うん、っていうんですけど、まあ、これも全部起きる前の話なんですけど、これからデナーリスにアプローチしてくる人の名前っていうか言うんですけど、このクラーケンは原作にしか出てこないビクトリアン・グレイジョイ、グレイジョイ家のビクトリアンっていう、ユーロンの弟かながいるんですけど、彼はデナーレスの方に向かって、ミリンに向かってるんですけど、口説きに行く感じ。そう、うーん、次は黒き炎、うん、これは誰かっていうとモッコロっていうキャラクターなんですけど、このモッコロは、ロードブライトのトップの人、うん、ドラマに出てきたあの女の人とは違って、あ、ドラマに出てきたのはキンバラだっけ、はい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 、女性だったんですけど、キンバラは、原作に出てこない。へー。でモッコロという男の人がトップなんですけど、彼もデナーリスに、まあ、接触しようとしてる、うん、次の獅子はティリオン。おお。あ、ちなみにティリオンはまだデナーリス会ってないから、あ、原作で、うん、これから会う直前ぐらい。ティリオンはミリーンの中に入ってない、ミリーンのちょっと外で会おうとしてるけどまだ会ってないみたいな感じ、うん、で次のグリフィンは、これはね原作にしか出てこないですけど、ジョン・コニントンっていうね、うん、すごい重要キャラがいます、でちょっと太陽の底を一個飛ばすと、その次は偽装のドラゴンって来るんですけど、うん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 、これはね多分ねテレビドラマしか見てない人もねって思うと思うんですけど、うん、この偽装のドラゴンっていうのはエーゴン・ターガリエン、なんですよ。ほう、どのエーゴン？まさかジョンじゃないよね。ジョンじゃない、ジョンじゃないエーゴン・ターガリエンいるんですよ。生きてたってことですか？そう、誰かっていうとレーガー・ターガリエンとエリア・マーテル、うん、ああ、は、え、マウンテンが殺したっていう？そうそうそう、マウンテンが殺したはずのエーゴン・ターガリエンが実は生きてたっていうのが5作目でわかる。5世ってことですか？じゃあ、いや、ジョンが6世ですもんね。5世じゃない、ただの、あ、そうか、王位ついてないからわかんないのか。エーゴン、レーガーの息子、うん、エーゴンは
ロバートの反乱の時に殺したはずなんですよ。うん、私もそう聞いてますよ。さっき言ったマウンテンが殺したはずなんですけど、うん、どうやって殺したかっていうと、反乱の最後の方でマウンテンがエーゴンを捕らえて、うん、壁にね、はいはいはい、その顔面をね、うん、打ちつけて、うん、まあやっちゃったんですけど、うん、もうね、終わってみたらもう顔の原型がなくなっちゃってたぐらい、はい、もうボコボコにしちゃって、で本当にそれエーゴンかどうか分かんない、なるほど、けどまあエーゴンでしょうってなって、まあはいちゃんちゃん終わりみたいな感じだったんですけど、うん、実はエーゴンは、あ、それ替え玉で、本物のエーゴンはエッソスに渡ってて逃げてたっていう話なんですよ。あ、原作は ただね、ここで偽装のドラゴン、はい、まあ、偽物のドラゴンって出てくるんですけど、うん、そのエーゴンは実は本物のエーゴンじゃなくて、俺はエーゴン・ターガリエンだって言ってる偽物なんじゃないかっていう、そういう説もあるっていう、ちょっとぐちゃぐちゃな話になっちゃうんですけど、めちゃめちゃ複雑になってるんですね原作、うん、もし彼が本当にエーゴン・ターガリエンだったら、テレビドラマとだいぶ違う話になっちゃうんですけど、てかまあ本物のエーゴン・ターガリエンは生きてるのは確実なんですか？いや、わかんない。まあ、生きてたとしたら、だからまた王位継承順位がね変わってきますし、うん、そう、だいぶだから全然話変わっちゃうんで、まや、しかもジョンがさ、エーゴン・ターガリエンじゃん。そうですよね、だエーゴン・ターガリエン2人いることになっちゃう。確かにエーゴンかぶりやん。エーゴンかぶりだし、ターガリエンかぶりだし。確かに同姓同名ですね、ただの、うん、あで、この偽装のドラゴンはエーゴン・ターガリエンなんですけど、うん、さっき言ったグリフィン、うん、ジョン・コニントンっていう人なんですけど、うん、このジョン・コニントンと、エーゴン・ターガリエンは一緒に行動してる。あ、まあ、エーゴンの側近みたいな感じのキャラですね。もうグリフィンが誰やったかちょっと忘れちゃいましたけど。そう、あ、ちなみに、エーゴンとジョン・コニントンはミリーンではなく今ウェストラスに渡ってきてて、うん、じゃあもうデナーリスより先に行っちゃってるじゃん。デナーリスの方を目指してたけど途中で引き返し、ウェストラスもう行っちゃおうぜってなって、で今どんな辺にいるのかな。確かデナーリス結構やばいじゃん。じゃあ原作、うん、まだミリーンにいるから。あ、最後にね、太陽の足、うん、で足は息子の、はい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 、感じなんですけど、あのサン・オブ・サン、うん、サンは太陽のサンは、うん、ドーン・マーテル家、あ、はいはい、の息子、うん、でクインテン・マーテルっていう、うん、これも原作にしか出てこないキャラクターがいて、彼もデナーレスと結婚するためにミリーに向かった人。へー、はい、っていうまあ感じなんですけど、まあ、話を戻すとクエスはこう言ってね、予言を当てちゃう人なんですよ。じゃあもうこのクラーケンとかね、シシ、まあ、ティリオンとか、その偽装のドラゴン、うん、彼ら全員を誰一人信用してはなりませんというふうに助言してると、うん、だデナーレスはどうするのかなって感じです。あとちょっと最後に補足したいんですけど、はい、一番最初にね、何本ものガラスのろうそくが燃えています、はいはいはい、で出てくるんですけど、ガラスのろうそくって何か分かります？ドラゴングラスですか？いや、間違えました。普通にろうそく、ほう、グラスキャンドルって、何ですかそれ？あるんですけど、これはですね、ゲームオブスローンズの世界に出てくる電話みたいなもの、ほう、このガラスのろうそくを使って遠いところの人と会話できるみたいな、ほう、そういうなんかマジック的なアイテムがあるんです。え、それは実際に遠方の人と会話ができるんですか？っていう噂。このガラスのろうそくはね、舌出るね、結構あって、もしかしたら今後出てくるその展開に関わってくるかもしれない。じゃあその遠方の人となんか企みをしてる人がいっぱいいますよっていうことなのかな。うん、なんかそのクエスはどこに今いるか分かんないけど、このガラスのろうそくを使ってデナーリスとなんつうの、連絡っていうか、だからその夢に出てくるのも実はガラスのろうそくで通して会話してるじゃないかって言われて、もうこれも、まあ、説なんですけどね。もうでもこの時代に電話とか携帯なくてよかったよねで進んでることいっぱいあるじゃないですか。それがちょっとね、ガラスのろうそく、これなんかもうチートですよね、このガラスのろうそくあったらね。うん、まあ、でもそう言ったらブランのね、あの能力もチートですけどね。あれチートすぎるじゃん。確かに何でもできちゃう。
ごめんなさい皆さん、まだ実はまだクエスのこと続くんですよね。はい、まだあります。いやでもクエスはねやっぱ気になってるとこなんで、やっぱねちょっとでも解決に近づきたいんで、ぜひ聞きたいなと思うんですけど、うん、まだあるんですよね。まだちょっとあって、はい、もうすぐ終わるんですが、はい、このクエス一体何者なんだ。そうです、誰なんだこいつって、うん、仮面かぶってる、まあ、あんな仮面外したらもう顔ボコボコでしょ。仮面の後ついてね。あのね、原作の仮面はあのなんつうのボコボコじゃなくて、うん、赤い、あ布なんつうのなんか つるっとしたお面みたいな。あ、なるほどなるほど、はい、感じで、うん、ちょっとあの YouTube に写真載せときます、はいはい、が原作ファンの間では彼女はシエラシースターなんじゃないかってよく言われてるんですよね、うん、このねシエラシースター誰なんだよって感じですよね、うん、はい、軽く説明するとシエラシースターっていうのはエーゴン4世のお年子って何人もいたんですけど、うん、ブレンデン・リバースっていうのもそうだったんですよ、うん、ブレンデン・リバースは誰かっていうと三つ目のカラス、おー猫のじいさん、はい、猫のじいさん一人目っていうか、まあ、いやブランの前、いや役が二人いるからどっちかな、いや同じでしょ、同一人物ね、うん、あブランの先輩の先輩ですね、3つ目のじいさん、3つ目の猫のじいさん、はい、これねテレビドラマで言わないから分かんない人多いと思うんですけど、3つ目のカラスってターガリエンなんですよね。そうなの、うん、ターガリエンのお年子ブレンデン・リバースっていうね本名、だったのが、まあ、いろいろあってで猫のじいさんになっちゃったっていう、うん、話で、でこのいろいろあってね、このじいさんはすごい壮絶な人生ですからね。そうで、このねシエラシースターとブレンデン・リバーズは同じお年子、うん、まあ、兄弟なんですけど、まあ、愛し合った関係、うん、でなんでこのシエラシースターがクエスなんじゃないかって言われてるのは、まあ、根拠はぶっちゃけ薄っぺらいんですけど、うんうん、シエラシースターの別名はスター・オブ・ザ・シー、ちょっと日本語がないんで、あのちょっと訳が変かもしれないんですけど、海の星、うん、まあ、シースターと呼ばれてるんですけど、一時ねデナーリスは夢見てたらクエスが出てきたんですよ。したらなぜかふとあの仮面は星の光でできてると思っちゃったんですよ。ふと思ったんだ。そうだからなんか星の光はシースターなんじゃないかって、うーん、ジョージャー・アール・アール・マーティンってこういうね言葉の遊びみたいな、はいはいはい、サン・オブ・サンとかもそうですよね。そう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 、へえって言われてるんですけど、まあ、今回はこれぐらいだから本当にねシエラ・シースターか分かんないし、だとしたらめっちゃばあちゃんってことでしょ。だったらうん、まあ百何十歳とかですよね、うん、まあ根っこのじいさんも百何十歳だけどまだ生きてる、うん、からまあ何かしらマジックを使ってる、うん、だからシエラシースターも当時からマジックを使えたんじゃないかってささやかれてる人なんです。じゃあエピソード8に入っていきたいと思うんですけれども、決戦前夜ですよね。で、壁の向こう側のシーンで、最初の人々のフィストでね、サムたちが、まあ、便所を掘ってて、そこでまあ昔のね、ナイツウォッチのマントにくるまれた、まあ、ドラゴングラスを発見するんですけれども、うん、そこにまたちょっと伏線があると。そうですね、これも原作の話になっちゃうんです、はい、しだいぶファンセオリー入ってるんですけど、うん、サムってそのフィストでねナイツウォッチのマントをこう開けるじゃないですか、はいはい、タイムカプセルね、はい、そのタイムカプセルにドラゴングラスと一緒に角笛、あホルン入ってました、はい、ホルン入ってたんですけど、あれ結局ねその後テレビドラマに出てこなかった。確かに。ですが、原作ではちょいちょいちょっとキーアイテム的なで出てくる、出てくるっていうか助言されてる多分ですけど、冬の角笛、うん、英語だとホーン・オブ・ウィンター、うん、まあ、別名はジョラマンの角笛、うん、って呼ばれてるものなんじゃないかなって言われてまして、でこの冬の角笛は何かっていうと、これを吹くことで壁を崩壊させられる、うん、ちょっとなんかマジック的な、おそういう話があるんですよ。吹いたら終わりやん。じゃあそう、ただねマンスレーダーとかも
俺持ってるよみたいな。あ、このジョラマンの角笛、はい、冬の角笛持ってるよって言ってたりするんですけど、イグリットは、ね、ジョンにね、あれ本物じゃないからみたいな、まだ見つけられてないんだよねって言ってたり。へえ。だから壁の向こう側では結構ね認知されてる、うん、あの角笛さえあれば壁を崩壊できるみたいな、うん、で本物のやつは誰が持ってるかっていうとサムなんじゃないかって。ただそれも本物かどうか分かんないけど、うん、拭いてみないと。そう、なんかチラッとしかね映らなくても、ドラゴングラスにしかねテレビドラマはフューチャーしてなかったんで全くスルーしてましたけど、うん、まあでもこの確かに次のね出ると言われてる冬の強風の表紙が、うん、あの角笛。いやあれはね俺そうずっと思ってて、はい、あれ間違ってたっぽくて、うん、あのさっき調べたらあの角笛はまた別の角笛で、おう、ドラゴンバインダーっていうのがあって、それはユーロンが見つける、バリリアで見つけるんですけど、ユーロンやば、うん、あれを使うとドラゴンを自由自在に操れるみたいな。だからまあ例えばデナーリスじゃなくてもデナーリスのドラゴンを操れるみたいな。なるほど、また旅じゃなくて犬笛みたいなやつそうそう、へえ。だからそのゲームオブスローンズの世界ではそのなんつうの伝説的な角笛は2つあって、うーん、冬の角笛とドラゴンバインダー。でもやっぱそこまでいくとその D&D がちょっとね避けてたような、なんですかね、ファンタジー色が強めの話にやっぱりなっていくのかもしれないですね。うん、そうですね、うん、角笛もそうだし、さっき言ったガラスのろうそくとか、うん、確かにだいぶマジックな世界になっちゃうから、そう思ったらなんかあの辺でやめといてよかったかなとも思ったりもしますけどね。うん、僕テレビドラマのねそのファンタジーのなんつうの使い方、うん、微妙なラインはすごい良かったな、はい、いや私も本当にそう思います、うん、ファンタジーをね毛嫌いしてる人にもねあのおすすめできる具合のちょうどいい塩梅のファンタジーですもんね。はい、あとは何かありますか。いやあのキングズランディングで、ティオンとバリスがね話してたシーンで、ティリオンが、こう言うんですね、バリスに。俺が成人すると父はキャスタリーロックの上下水道の長に任命したみたいな、うん、これって結局あれですよね、シーズン7でキャスタリーロックを、襲撃する時の、まあ、ポイントになったと。そうですね、シーズン7エピソード3女王の正義でグレイワームとアンサーリードが、うん、キャスタリーロック あの地下っていうか、はいはいはい、下の方から潜ってってで門を開ける感じなんですけど、うん、なぜあれができたかっていうと、ティリオンは、上下水道を管理してたから、うん、だからそのなんつうの内部構造というか、はいはいはい、その上下水道が通るとこが分かってるから、うん、そこに入れた。なるほどなるほど、はい、あとはまあこのエピソードでは、ティリオンの、まあ、思い知らせてやると、あんたが安らぎと幸福に浸っているとき喜びを口の中の肺に変えてある、それで貸し借り話だというまあ大名言なんかがね飛び出すわけなんですけれども、まあ、これはシーズン4の裁判のエピソードの時にねサーセイがこれをそっくりそのまま証言してこんな風に言われました私みたいなね、うん、いう時に使われるセリフにもなったわけなんですが、はい、最後にちょっと私一つケンさんに聞きたいことがあるんですよ。ドキ、はい、ちょっとティリオの話とはまたそれるんですけど、ロブとねタリサが、まあ、結ばれるじゃないですか。うん、私ずっとねタリサは絶対なんか企んでると思ってたんですよ。どう思ってました？絶対わざとロブを落としてこういう風にしてるっていう風に思ってたんですけど、いやー可愛いなと思ってた。いや男ってバカだな可愛いからそんなことしないと思ってた。いやもう可愛い子はそういうことしないから。私はもう何でしょう、男の人を手玉に取るのが明らかにうまいというか、うん、その何でしょう、確信犯だよねタリサはみたいな言ってたじゃないですか解説の時に、うんうん、で私もその
ちょうどねそのキャトリンが幽閉された時にうまいことね夜にロブの、ね、テントに行ってああいう展開になったから、もうこれはもう見計らってる女子の女のやることやというふうに思って、絶対なんか仕掛けてくるぞこの女っていうふうに思ってたんですけど、そう裏切りっていう意味ですか？そうですそうです。もうなんかなんやろ、もうここまで見たらゲームオブスローンズのキャラクターって全員疑ってかかってしまうじゃないですか、誰も信用できないというかね、はい、だからもう絶対このタリサはロブを貶めようと思ってどっかからなんか派遣されてきたような人やっていうふうに、もうシーズン3のエピソード9まで思ってました。でも違ったんですよ。ごめんねタリサって思いながらね思いませんでした。いやだから可愛いからそうですか、ちょっとやめましょうかね、はい、考えてなかったけど、うん、なるほどね、まあ、タリサはね原作全然違うからね、キャラが。あそうなんだ、うん、名前がまず違うしバックグラウンドも全然違うから。へジェイン・ウェスタリングっていうね。ウェスタリング、うん、ウェスタリング、ウェスタリングは、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンに出てくるね。えそうですよね、うん、はい、でもまあ可愛いからそんなことはしな、可愛い体のラインがそうですね、物語ってますね、うん、はい、ということでまあ今回の伏線回収会&こぼれ話はこういう感じになったんですけれどもちょっと長かったねそうですね、ちょっとクエスがボリュームがかなりあったかなと思いますが、2回に分けた方がいいんじゃないか、うん、まあちょっと編集してみましょうかね、はい、ということで、まあ、次回はブラックウォーターの戦いで、まあ、それに応じた伏線回収、まあ、こぼれ話もまあ含まれると思うんですけれども、まあ、シーズン2も終わりに差し掛かってきましたので、今年もねこの調子で駆け抜けていきたいなと思っております。はい、まあ、原作の話はやっぱりケンさんが詳しいので、これからもちょっと私も、ね、原作読んでますが、さらに深みをね加えるためにはまだまだ聞きたいなと思うので、まあ、またそれはよろしくお願いします、はい、ということで次のエピソードにつなげていきたいと思います。それではまた次回、笑うモルクリス。